ATA 航空はアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス市を本拠地としていた格安航空会社である。ATA ホールディングスによる全額出資し会社であり、ATA 航空は3000人のスタッフを従業員として雇っていた。イリノイ州シカゴ市内のミッドウェイ空港のハブから定期旅客便及び世界へのチャーター便の運航を行っていたが、 2008年4月2日に2度目の連邦倒産法第11章の適用を受けて全便の運航を停止した。日本へは米軍の定期旅客チャーター便として米軍基地に飛来していた。ロッキード L-1011 から500フェニックス国際空港で待機するボーイング757から 200ATA 航空はアンバサダーエア旅行クラブ向けに飛行機を 提供するため、アメリカントランス航空として1973年8月に設立された。ここの最初の航空機は1978年に加えられた2機目のボーイング707型機とともに、ミスインディーという名称のボーイング707型機であった。ATA 航空は1981年3月に航空会社として認可を受けた。運航は、 インディアナポリスを本拠地として8機のボーイング707型機の機材とともに、1981年に、チャーター便航空会社として始められた。アムトライン株式会社は、アンバサダーエアー、ATA、および将来の子会社向けの持ち株会社として、1984年に、所有者、ジョージ・マイケルソンズによって設立された。 この航空会社は1984年にボーイング727から100型機に707型機を置き換え、1985年にロッキード L-1011 型機、及び1989年にボーイング757から200型機を加えた。定期便路線はインディアナポリス及びフロリダ州、フォートマイヤーズ間で1986年に始められた。 トランスワールド航空から移籍したトライスター ATA は1991年の湾岸戦争においてアメリカ合衆国軍の砂漠の嵐作戦向けの任務494回で10万8000人の軍人を輸送した。ボーイング727から100型機は1993年に727から200型機に置き換えられた。 1990年代中頃、ATA 航空は、シカゴを大きなハブ空港として運営し、アメリカ大陸の至るところに定期便サービスを提供し、同じくハワイ路線を呼び、軍のチャーター便契約を拡大させた。ATA 航空及びシカゴエキスプレスは、ATA のシカゴ運営とともに、地方の中西部都市へ連絡する。 ATA コネクションを立ち上げたシカゴエキスプレスは1999年に購入試行会社と分離して運営された。2000年に ATA 航空はミッドウェイ空港からの追加飛行向けの機材拡張のために新しいボーイング 737A1 型機及びボーイング757から300型機を購入する大きな発注を行った。この年、ここは メキシコへの定期便運航も開始し、W ユナイテッドステーツデパートメントオブトランスポーテーションによって主要航空会社と指定された。2004年10月27日に ATA ホールディングス及びその子会社は連邦倒産法第11章の適用を申請した。2005年10月13日 ATA はボストン。 ミネアポリス・セント・ポール及びニューアークへの路線を廃止する主要サービスを縮小する発表を行った。加えて、フロリダ州、マイアミ及びサラ・ソータへの路線を加える計画を取り消した。これはミネアポリス及びニューアークでのサウスウエスト航空とのコードシェアサービスを廃止することとなった。小型化及び破産から抜け出そうと努力を続ける中で ATA 航空は もっと主要都市への路線を廃止することを2005年12月6日に発表した。AP によると ATA 航空は2006年4月後半にシカゴのミッドウェー空港とフロリダ州フォートマイヤーズ及びカリフォルニア州サンフランシスコ間のすべての便を廃止することとなる。それらの廃止に続き ATA 航空はシカゴハブ空港から 唯一毎日18便の出発及び、会社全体で52便の出発規模となる。しかし、2008年4月2日、2度目の連邦倒産法、第11章の適用を受け、その結果全便の運行の停止を余儀なくされた。燃油費の高騰に加え、長らく主要業務となっていた米軍とのチャーター、輸送契約が解約されたことが2度目の倒産の引き金になったとしている。 ATA 航空は以下の路線を運航している。ATA 航空の機材は以下の航空機で構成される。ATA 航空の機材年齢は2006年6月で6、8年である。格安航空会社が破産燃料費高等などで ATA Airlines Files for Chapter 11 and Discontinues Operations。ありがとうございます。